そろそろカムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。ああ、どういうことや。俺はな、兄さん、あんたに大吾を支えてほしいと思ってる。
もう分かってるやろな。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ、俺を搭乗会に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど手加減はなしやで。ああ、行くで。ごっついの。これでほんまにお別れやな。ああ、寂しくなるな、キリュウちゃん。
大吾のことを頼んだ。ねえ、ただ一つ気がかりなことがある。なんだ？もし六代目がおかしな方向に進んでも俺には止めることはできへんで。どういう意味だ？大吾、いや六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃええんやが。大丈夫だ、大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない、真島五郎、いっちょやってるやないか。はあ、めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、しゃあないな。おじいさん、ご飯まだ？今真剣なんだ、話しかけるな。こら、ダメでしょ太一。痛いよ姉ちゃん。ご飯作ってる時は邪魔しちゃダメって言ったのに。ほら、晩ご飯までみんなで遊んできなさい。ダメ、みんな揃ってからってルールでしょ。はーい。うわー、カレーだ。早く食べたい。お腹すいた。集まったわね。あれ、泉は？え、泉ちゃんどこだろう。知らない。シロ、あんた今日学校から一緒に帰ってこなかった？うん、帰ってきたけど。ん？どうしたシロ、知らないのか？知らない。どこ行っちゃったんだろう。いいじゃん、先に食べちゃおうよ。そうだよ、別に大丈夫だって。おじさん、どうする？よし、探してこよう。お前たちは食べてていいぞ。はーい、いただきます。
さあさあ。頑張る。ああ、俺はお前のお父さんにはなれない。でもお前がこの朝顔に来た時から家族だと思っている。おじさん、泉ちゃん、みんなが待ってるよ。朝顔に戻ろう。ほら、泣かないで、もう。さあ、今日はカレーだ。戻って腹いっぱい食べよう。
お前ら泉がいねえのに食べられないからな。もうお腹ペコペコだよ。いいから早く座れ。こっちおいで泉ちゃん。早く早く。うん。おじさん早く早く食べようよ。ああ、よし、それじゃあ。いただきます。おいしいね。おじさん、またこれが。立ち退きって書いてあるけど、私たち出ていかないといけないのかな。最近知らない男の人たちもよく来ているみたいだし、朝顔のみんなも怖がってるんだよ。ちょっと様子を見てくる。あ、やべえ、おい、右入った、来る。はい。
ねえ、うん、いらっしゃいませ。
動く気しねえな。よう、チンピラ。ああ、さっきの。なんだ、おっさん。お前ら、流動一家の若いのじゃねえのか。ああ、だったらどうした。ちゃんと賃貸料払っている仇に、いきなりこんなもんちらつかせて、どういう了見だ。は、仇だと笑わせんな。背中にあんなもんもん背負ってる仇がどこにいるってんだ。とにかく子供たちが怖がってるんだ。もう二度と顔見せるんじゃねえ。俺らはな、内地からシャシャリ出てきたやつが大嫌いなんだよ。とっとと沖縄から出ていけ。それが立ち退きの理由か。さあな、どうしても知りてえなら直接親父に聞くんだな。ちょっと待て。どこへ行く気だ。流動一家の事務所、お前らの親父とやらに会いに行く。あ、兄貴、今すぐ組に連絡を。あ、わざわざ組に連絡入れるようなことするんじゃねえ。俺らの仕事はあんたの監視だ。だが、好き勝手に事務所に行ってもらうような真似されちゃ困るんだよ。そんなことされたら俺の顔が潰れちまう。じゃあどうすればいい。どうしても生きてえってなら、俺を倒してからにしな。ほう、そんなことでいいのか。舐めた口聞いてんじゃねえぞ、おっさん。てめえ、頭に本当に勝てると思ってんのか。頭？そうだ、兄貴は天下の流動一家の若頭、捨て頃のハブこと島袋力也さんだ。それでもやるって言うのか、さあ。やめとけ。ああ、お前自分の顔潰したくないんだろ。そんなこと言ってやめようとしてんじゃねえよ、腰抜けのおっさん。沖縄じゃどれだけ有名か知らねえが、そんな脅しが通るほど世の中甘くねえぜ。持ってろ。よし。どうだ、なかなか立派な蛇だな。違うわ、ボケ。蛇じゃねえよ、ハブ。ハブだ、ハブ。捨て頃のハブっつってんだろ。ハブもヘビも同じだろ。違うわ、ハブは沖縄の魂だ。俺は沖縄の心を背負ってんだよ。相当地元のことを好きなんだな。そうよ、内地のあんたに本物の沖縄もんの強さを教えてやるぜ。ミケオ、てめえは絶対に手出すな。あ、はい。覚悟はいいな。ああ、行くぜ。痛い目見せてやるぜ。
水。うん、じゃあ。Sweet.
内地の腰抜けのおっさんのパンチは痛かったか。約束だ。お前の親父んところに案内してもらおうか。はい、わかりました。
こちらです。どうぞ。今親父を呼んできます。少しお待ちください。あんたが桐生さんか。うちの力屋がかわがってもらってようだな。あんたに話があってきた。ああ、立ち退きの件だろ。そうだ。どうして俺らが立ち退かなきゃならないのか、訳が知りたい。さき、おいさき、ちょっとこのおじちゃんと話があるんだ。部屋に戻っててもらえるかな。理由は分かった。どうか。それじゃ断る。ああ？なんだと？あんたの言い分は通っている。だがな、所詮それは極道の勝手な都合ってやつだ。何？俺も昔は極道だった。他人の生活に土足で踏み込んでは何かとつけて、いいようにことを運ばせていた。だがな、そんな俺たちの事情で振り回された子供はどうなるんだ。俺はな、ここで施設をやっているうちはあいつらをそういう目に遭わせたくねえ。話は終わりだ。帰らせてもらう。おいこら、ちょっと待て。沖縄で生まれて60年、
内地から来たガキに説教されるほど老いぼれちゃいねえ。あんた本当にそれでいいと思っているのか。ああ今俺をここで殺して子供たちを追い出して、あんたそれで満足なのか。沖縄のことを愛しているなら俺たちを立ち退かせることよりももっと他に考えることがあるんじゃないのか。あんたが暴力で向かってくるなら構わない。そん時はこっちも手加減なしにやらせてもらうぜ。来年度、民事党が衆議院での通過を目指している沖縄米軍基地拡大法案のキーマン、田宮隆三防衛大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者、鈴木義信国土交通大臣が今日揃って現地沖縄へ視察に訪れました。日本防衛の鍵ともいわれる弾道ミサイル防衛システム、通称新 BMD システムの導入を目指す田宮氏。一方これまで沖縄米軍基地拡大法案に一貫して反対する立場を取りながら沖縄の内需拡大のためリゾートの開発を推し進めてきた鈴木氏、意見の異なる両大臣揃っての沖縄訪問に政財界からの注目が集まっています。田宮氏の現地到着に先駆け、空港前には基地の拡大に反対する市民が大勢詰めかけ、範囲を示すビラを配るなどする一方、鈴木氏はリゾート開発による内需拡大を支持する地域財界関係者に迎えられ開発候補地の視察へと向かいました。田宮氏の米軍基地拡大法案、鈴木氏のリゾート開発、ともに現地でも意見が割れており、法案成立に向け両大臣とも各方面との調整が必要と思われます。確かに BMD の導入は今の日本にとっては重要なことです。しかしこれ以上沖縄に日本防衛のための犠牲を払わせるわけにはいきません。それを少しでも軽減するためにも内需拡大を見据えてリゾートを開発することでなんとか地域の振興に貢献していきたい、そう考えているわけです。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。空港到着後、インタビューに応じた鈴木氏とは対照的に、田宮氏は足早に車に乗り込み、現地の視察へと向かいました。突然の両大臣の沖縄訪問に、野党からは鈴木氏の沖縄リゾート開発に田宮氏が便乗する形で、強引に米軍基地拡大法案を進めようとしているのではないかと疑問の声が上がっています。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。基地がまた拡大するのは嫌だけど、リゾートで沖縄が潤うんだったらまあいいのかなって。お隣の国がミサイルを撃つっつったって沖縄じゃなくて東京とかを狙うわけでしょ。タミヤさんはさ、結局沖縄のことなんか考えてないんだよ。次期総裁候補として高い鈴木、タミヤ両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。続いてのニュースです。今のニュース、ここの立ち退きの話なのかな。